おはようございます。おはようございます。ヨハネさん、メイさん、アリサさん、ウタちゃん、アリエルさん、おはようございます。おはようございます。今日は雪が予報だったんですが、ほとんど積もってませんね。今も若干小雨がありますけど、雪はですね、ほとんど降ってません。積もってません。よかったです。はい、上田さん、ルゴさん、わらびさん。はい、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。はい、ポプキンさん、おはようございます。今 YouTube あれですかね、映ってるかどうかちょっと分かりませんが、なんか YouTube 調子は悪いですね。YouTube 調子悪いです。ワンちゃん、ハレリア、昨日の礼拝いかがだったでしょうか。昨日の礼拝は命についてですね、命についてちょっと学びました。命とは何か、命とは何かというとても大事な、メッセージでした。私たちはその肉の命ではなく本当の命で生きなければならないということですね。ワンちゃん、雨大丈夫ですか。はい、雨ね、ほとんど止んでいます。あ、パスタが好きなゴン太くん YouTube していない。ああ、本当、皆さんちょっと YouTube していないということです。はい、すいません。井上さん、おはようございます。井上さん、おはようございます。上田さん、昨日の恋愛はとても考えさせられました。ああ、よかったです。とても良かったですね。うたちゃん、今日という日はイエス様が作られました。なので今日という日も喜びます。そうですね、今日という日は、たまたまある一日じゃなくて、今日という一日も神様が作られ、神様の御心のままにある素晴らしい一日だと考えましょう。どんな一日か分かりませんが、私たちは、素晴らしい一日を与えられていると考えましょう。私たちが生きているということは、本当の命で生きていることであり、肉だけが生きているのではありません。肉の命は肉の命ですが、私たちは肉の命だけで生きているのではなく、本当の命で生きる。それは信仰によって歩むということであり、それからイエス様と共に歩むということですね。はい、今日のタイトルはですね、真理を学べていることが神の証である。真理を学べていることが神の証である。マサヤさん、おはようございます。アリエルさん、病気で心が元気で、病気じゃなくて心が弱いなら、私なら病気で心が元気な方がいいと思います。アメン。その通りですね。その通りです。心が元気なら体も良くなるでしょう。秋典さん、おはようございます。今朝夢でイエス様にお会いし、なんだか嬉しい気持ちになったので会社をずる休みしました。アメン。素晴らしい。皆さん、秋典さんは夢でイエス様とお会いした。素晴らしいですね。最高です、最高です。マサヤさん、来月また町田に伝道に行きますのでよろしくお願いします。そうですか、じゃあ行けたら行きますのでよろしくお伝えください。カオちゃん、おはようございます。人々に祝福あれ。ですね、はい、今日のタイトルはですね、私たちは真理を学んでいます。そしてなんと私たちが学んでいる真理というものものすごく的確です。人間がなぜ悪いことをするのか、人間の問題点は何かということが的確にですね説明されています。人間が
人間とは何かということも説明されてますし、この世界がどういう世界か、この世界がどうして存在するかも説明されています。そして将来どうなるかということも説明されています。そして私たち人間がなぜ悪いことをしてしまうのか、なぜ罪を犯すのか、なぜ悪習慣を持ってしまうのか、なぜ喧嘩をするのか、全部説明できてるんです。イエス様の教えで、皆さん、イエス様の教えでその人間のあらゆる問題が説明できるんです。こんなにですね、明確にさまざまな問題を分析し解決を与えている教えが他にあるでしょうか。ありません。他にありません。皆さん、他にですね、このイエス様の教え以上にですね、この現実の世界を説明し解決を与えている教えはないじゃないですか。ありますか。まさか共産主義というわけじゃないでしょうね。あ、おはようございます。寒いですね。でも雪積まなくてよかったですね。ね、まあ、ワンちゃんにとっては雪があった方が嬉しいかもしれないけど。どうも。いや、まだ来てないですね。はい。あ、そうですか。犬さん、仏教がですね、仏教がいろいろ説明、していること納得しますか。仏教がなぜ人間が罪を犯すか説明できてますか。人間がどうすれば罪から離れるか説明できてますか。仏教がですね、どうすれば人間が愛し合うかということを説明できてますか。いいえ、いいえ、全然説明できてると思いません。証がありません。しかし皆さん、私たちは証を持っているんです。多くの人がイエス・キリストを信じてですね、良くなっているという証があるじゃないですか。許せた、愛せるようになった、それこそまさにですね、イエス様の教えが真理だということの証ですよね。パスタさん、できてないと思いません。できてないと思いません。できてないと思いますでしょ。できてないと思いますよね。はい。そういうわけで皆さん、まさにですね、イエス様の教えを、まあ、理解しなきゃ分かりませんよ。世の中の人たちはね、イエス様の教えを知らないからね。知らないっていうことはもうそれは正しいかどうか分からないわけです。でも皆さんは違うんです。皆さんはですね、イエス様の教えを学んでるじゃないですか。皆さんが学んでるということはね、ああ確かにこれはすごい教えだ、これは本当に人間の問題を的確に答えている、分析している、答えがある。皆さんはですね、証を聞いてるじゃないですか。本当にイエス様を信じてイエス様の教えを実行したら、いろんなことが解決できるという証を皆さんは毎朝毎晩聞いてるじゃないですか。だとすればですね、だとすれば皆さんはこんな素晴らしい教え、こんな素晴らしい真理をイエス様が教えてるならば、これは神の証である。イエス・キリストが神であり、そして神様が、言ってることは正しいと皆さんは信じることができるのです。できるのです。本当にイエス様の教えをですね、理解するなら、そして本当に、この人間の問題、社会の問題を解決できるということが分かれば、これは神の証です。神の証です。それが理解できなければもちろん、分からないかもしれません。皆さんは、イエス様の教えを学んでるんですから、理解できるし、なるほどと思っていることがたくさんあると思うんです。なるほどと思っても信じなければ、まあ、その人は、本当に理解しているとは、理解してないからではないでしょうか。皆さん、数学の問題ですね、理解したらなるほどと思うでしょう。物理の答えを理解したらなるほどと思いますよね。ですからイエス様の教えを理解したらなるほどと信じることができるんですね。
アリエルさん、今だってイエス様へ祈れば、祈りは叶うってことは、イエス様がいる、生きているということじゃないですか。アーメン。皆さん、このアリエルさんの証、これは誰もですね、論破できません。なぜ論破できないんですか？それはアリエルさんの個人的な体験だからですね。イエス様に祈れば祈りが叶えられる。イエス様に祈ったら祈りが叶えられる。これ以上の個人的な体験ないじゃないですか。もうそれはイエス様がいるから叶えられるんだ。多くの人はですね、祈りません。なぜ祈らないかというと、祈りが叶えられないからでしょ。皆さん、多くの人は神社で祈ってますか？仏壇の前で祈ってますか？確かに祈ってるかもしれません。だけどその祈りが叶えられると思って祈ってるわけではないと思います。神社で祈っても仏壇の前で祈っても、祈りは叶えられないけど祈ってるのが現状ではないでしょうか。アレスさんのように本当に祈りが叶えられる体験をしながら祈ってる人っていうのはほとんどいないのではないでしょうか。そうなんです。私たちの祈りはですね、叶えられないと思って祈っているのではないのです。叶えられるという体験の中で祈って、本当に祈りが叶えられるんだ。それはイエス様が本当に生きていて、祈りを叶えてくれるから祈っているんです。これもですね、これもまさに証なんです。証です。うだちゃん、神様に不可能はありません。神様は人間が作った像の中に宿ったりはしません。トッキーさん、僕は主の子供ですか？トッキーさんがイエス様を信じて聖霊を受けるなら、聖霊を受けるなら神の子供になれます。聖霊を受けることが神の子供になる、条件ですね。そして聖霊を受けるにはイエス様を信じなければなりません。イエス様を信じてこそ、イエス様を信じてこそ、聖霊を受け、そして神の子供になれるんですね。シュウメイさん、This guy hasn't gone to the seminary.上田さん、イエス様は祈ったことに答えないことは一度もありませんでした。イエス様は祈ったことを答えないことは一度もありませんでした。上田さんも素晴らしい体験があります。素晴らしい体験があります。多くのクリスチャンは祈りが叶えられたという体験をたくさん持っています。祈りが叶えられたという体験をたくさん持っています。私たちはその体験に基づいて神が生きておられること、そして本当に祈りを聞いてくれることを信じ続けることができます。私たちはいつも祈りが聞かれる体験が必要です。祈りが聞かれる体験が必要です。祈りが聞かれることによって本当に神と共に生きているということを実感できます。クリコさん、バレンタインデーにチョコレートをあげたりもらったりするのも偶像崇拝になりますか？今日バレンタインでしたね。忘れてました。ですね、日本ではね、恋人同士がチョコレートをあげたりしますが、アメリカでは違うんですね。アメリカではね、恋人関係ないんです。自分の周りの人にチョコレートだけじゃないですけどね、何かプレゼントします。それはね、神の愛を表しているんですね。神の愛で、何か愛を表現することでチョコレートをあげたりプレゼントすることはいいことだと思います。日本のように恋愛の愛を表すのはそれはお門違いですね。私たちはまさにですね、神の愛を表す機会にするならばバレンタイン OK だと思いますよ。バレンタインだけじゃなくてね、クリスマスのプレゼントとか誕生日のプレゼントとか、私たちは神の愛を表す機会があれば、できるだけ神の愛を表す行動をすることはいいことだと思います。
私もですね、できるだけ、まあ、誕生日の時に、メールを打ったり電話したり、誕生日の時にお祝い します、まあ、プレゼントはほとんどないですけどね、プレゼントはほとんどないんですが、メールでプレゼント、祝福します。ですから皆さん、私たちは神の愛で、神の愛で生きる必要があります。そしてまさにイエス様を信じて、イエス様を信じて神の愛で生きれるようになったのは、まさに神の証です。神の証です。他に神の愛を持つ教えはどこにあるんですか。皆さん、私たちが体験しているような神の愛を持って生きる生き方が、他にどんな教えが、どこの教えがあるんでしょうか。私は知りません。私は他の教えにはそのような神の証がないと思います。神の愛の証、罪人が義人になるという証、悪者が善人になる証は、他の教えにはないと思います。全くないとは言えませんが、原則的にはないと思います。皆さんいかがでしょうか。他にですね、イエス様の教え以外に真理を、語っている教えがありますか。ないです、ないです、ないです。他にはありません。ですからぜひ皆さん、この世の中にはイエス様のような真理を説明できる、真理を教えている教えはないんです。ないです。どこにあるんですか。どこにもないのです。だとすれば、この真理を信じるべきではないでしょうか。他にもう全然比べようがありません。イエス様の教え以上のものはないでしょう。ないならば、イエス様の教えを、受け入れて信じるべきではないでしょうか。他にあったら教えてください。イエス様以上の、イエス様以上の教えがあるなら教えてください。ありません、ありません、ありません、ありません。ですから皆さん喜びましょう。私たちは真理を知ることが許されたんです。多くの人はまだ知らないんです。 99% の日本人の人はイエス様の教えを知らないですから、知らないなら信じることもできないし、知らないなら証も聞くことができないでしょう。しかし皆さんは、学んでるし、聞いてるし、証も聞くし、だとすれば他にはないということも分かってくるでしょう。他に人間とは何か、この世界がどうなっちゃうのか、他に教えがないのです。ニムロデさん、そのユダヤ教やイスラム教や仏教に神道がですね、そのようないろんな大事なことを説明 しているでしょうか。してないでしょう。ニムロデさん、納得できる説明を知らないでしょう、ね。でもニムロデさんはイエス様の教えを知ってるじゃないですか。比べればわかるのです。比べればわかるのです、そして神道にはですね、特別な教えはないですね。神道には特別な教えはありません。はい、まあそういうわけで皆さん、私たちは、比べて、いろんな教え、いろんな宗教を比べれば、どれが一番優れているかすぐにわかります。すぐにわかります。ダントツです。ダントツです。ダントツでイエス様の教えがもうあまりにも優れている。あまりにも、力がある。あまりにも納得できる。あまりにも証があるんです。
そういうわけで、皆さん、そういうわけで、ちょっと立ちましょうかね。よいしょ。そういうわけで、皆さん、私たちは、イエス様を信じる理由がはっきりとあるのです。他に信じるものはないのです。他に信頼できる教えはないのです。いろんなものを比べました。しかし、他にですね、他に、比類ってわかりますかね。比類っていうのはこう、まあ、比べるようなことなんですけど、イエス様の教えにと同じような教えもないし、それを超えた教えもありません。ジュンさん、やはりキリスト教は他の宗教を認めないのですね。いや、他の宗教を認める認めないの問題じゃないんですよ。正しいか正しくないかという問題です。正しくないものを認めるということ自体がおかしいでしょ、皆さん。あのね、多くの人は勘違いしてます。他の宗教を否定するのはおかしいじゃないかとみんな言います。でも皆さん考えてください。間違った教えならば、ね、認めるとか認めないっていう問題じゃないでしょ。問題は正しいかどうかでしょ。正しいものをね、認めないのは良くないですよ、もちろんね。正しいものを認めないことは良くないけど、正しくないものを認めないのは当たり前じゃないですか。皆さん、オウム真理教を認めないでしょ。皆さん、IS 認めないでしょ。じゃあ皆さんも多宗教を否定することになるんですよ。IS もオウム真理教も多宗教ですからね。でも間違いは否定するべきじゃないですか。オウム真理教も間違い。ね。IS も間違い。当たり前ですね。当たり前。だとしたら、多宗教を認めるか認めないかじゃなくて、合ってるかどうか、正しいかどうかで考えるべきじゃないですか。多宗教を否定するからおかしいというのはおかしいでしょ。わかりますか。パズルさん、オウム真理教や、イスラム教は極端すぎる。確かに極端すぎ、わかりやすくするために極端を選んでますが、でも問題は極端かどうかじゃなくて合ってるかどうかです。極端の方が分かりやすいからね。極端で例えた方が分かりやすい。でも問題は正しいかどうかです。正しいかどうかで考え、まあ多くの人は分からないからね。正しいかどうか分からないから、認めないのはおかしいというふうになるんです。ですから分かればいいわけですね。正しくないということが分かれば認めなくなると思います。ハッピーさん、今日はいつになく暑いですね。寒い日ですけど暑いですね。犬さん、仏教の間違いの部分はどこですか。まず説明していません。真理じゃありません。人間の罪や十字架について全く知らないです。仏教は人間哲学ですね。人間哲学だから仏教哲学なので、ある哲学的な説明をしているかもしれないけど、真理ではないということですね。真理ではないし、証もないし、それはですね、人間が作り出した教え、と言えるでしょう。行いに言わず救われるのは聖書の教えだけです。そうですね。仏教はですね、まあ、何でしょうかね。いろいろありますが、自力本願、他力本願、あるかもしれませんが、それはですね、自力本願であろうと、他力本願であろうと、救われません。ね。救われません。自力本願でも、他力本願でも、仏教では救われません。結局ちょっと座るとこがない、ので戻ります。
なさい立ってなさい。犬さん、救われないって決めてかかってるでは、はい、ですから比べればいいのです。比べてね、本当に救われてるのはどっちなのか、どっちが本当に、変わってる、良くなってるのか、どっちがですね幸せになってるのか、どっちが愛し合ってるのか、比べればわかります。じゃあ実際に証を聞きましょう。証はね、いくら議論しても、証がなきゃダメですね。ですからこの放送では証タイムがあります。証タイムっていうのは私がねこう言いなさいって言って言わしてるんじゃないんですよ。そのリスナーが体験して証してるんです。だから証言ですよね。証言、証があってこそ、議論の証明ができるということですね。ルゴさん、仏教は人間が作った宗教で、キリスト教は人間を作った宗教なのですか？そうですね。仏教は人間が作った宗教で、キリスト教は人間を作った宗教。まあ、人間を作った宗教というよりも、まあ、神様が人間を作ったということですね。そして、神様の教えということですね。アリエさん、イエス様を信じる前はスピリチュアルを信じてました。スピリチュアルは全部嘘ですか？そうです。スピリチュアルは全部嘘です。スピリチュアルは全部嘘です。まあ、部分的にはね、なんか似た部分あるかもしれないけど、根本的には全部嘘ですね。根本的には全部嘘です。それでは、証タイム行きましょう。イエス様を信じて。イエス様を信じて。祈りが聞かれるようになった。人を許せるようになった。幸せを感じられるようになった。いろいろな、人間について、社会について分かるようになってきた証。真理によって、自分の、その束縛から解放されて、自由になってきた。いろんなことから自由になった証。スタート。イエス様の教えは確かに比類まれな、イエス様の教えのような教えは他にはないということが分かってきた証。スタート。逆光ですか、ごめんなさい。逆光どうすればいいかな。こうすればいい。アレスさん、イエス様がそばにいるという安心感があります。平和になりました。恐れや不安もなくなりました。イエス様の十字架に感謝します。こっちの方がいいかな。恐れや不安もなくなった。これ大きい証ですよ。多くの人は恐れとか不安の中で生きてますからね。恐れや不安がなくなった。これすごい証じゃないですか。ジュンさん、私もキリスト教を認めます。それで救われてる人もいますから。アメン。生きる希望が湧きました。生きる希望が湧きました。ニコ生の証。ニコ生の証。うたちゃん、イエス様を信じる前は自分が成功することが幸せでした。しかしイエス様を信じてからは自分ではなく隣人の幸せを願い、また自分ではなく神様の御心の通りに生きることが
幸せだと感じています。日々平安があります。神様は問題やピンチよりも偉大な方です。ああ素晴らしいですね皆さん、いいコメントですね皆さん。神様は問題やピンチよりも偉大。神様は問題よりも、ピンチよりも偉大。あ、ごめんなさい。ひるいまれじゃなくて、たぐいまれでした。ごめんなさい。たぐいまれ。ひぐいまれじゃない。ひるいまれじゃなくて、たぐいまれでした。ごめんなさい。類まれですね。まあ比類っていう言葉もありますよね。アリエルさん、あ、これ読みましたね。ごめんなさい。レゴさん、親の言うことも聖書的に言えば間違ってるところもあると分かって自由になりました。アメン。アメン。レゴさん、基本的にはね、未信者の人の考え方は間違っています。未信者の言う人のですね、前提が、まあ、この世的ですよね。この世的、人間的です。ですから、根本的には未信者の言うことは間違っています。部分的に合ってるかもしれませんね。盗んじゃいけないとかね、人に迷惑をかけちゃいけないとか、そういう部分的には合ってるかもしれない。でも、根本的に間違ってますね。ワンちゃん、すぐには届かないこともありますが、イエス様は必ず祈りを叶えてくださいます。毎日継続して祈り続けることが大切だと思います。そうです、イエス様は良い方、私たちの、祈りを聞いてくれる方、答えてくれる方です。しかしイエスキリストの皆によって祈らなければダメです。偶像に祈っても聞かれません。イワシの頭に祈っても聞かれません。イエス様に向かって祈らなければ、イエス様に向かって祈らなければ祈りは叶えられません。あ、これ読んでない。イエス様を、アリエルさん、イエス様を信じて将来イエス様が迎えに来ると分かっているので安心感があり希望があります。毎日が楽しくなりました。イエス様の十字架に感謝します。皆さん、毎日が楽しいという証、毎日が平安楽しいという証、これはまさに証じゃないですか。そのような証他に聞いたことはありますか。ないですよ。一時的ならあるかもしれません。長い、ね、時間、生涯にわたって、楽しい、生涯にわたって平安な、そのような証他にないでしょう。ないですよ。うたちゃん、昨日母教会のメッセージで素晴らしい証を聞きました。自分は何があっても聖書や神様を信じないと宣言していた人が救われて人生が変えられて今は牧師を目指して伝道しているそうです。イエス様は人を変えてくださる方です。アメン。皆さん、何があってもイエス様を信じない人がですね、今、牧師になろうとしています。素晴らしい、素晴らしいですね。これも証ですよ。これも証、信じなければ、変わらなかった人がイエス様を信じて大きく変わった、大きく変わった、これはまさに証です。メイさん、イエス様を信じることで悔い改め十字架のもとに罪を許していただいたということは他の宗教にはないものです。許されたということが喜びです。他の宗教にはですね、十字架によって許されるということは全くないのです。十字架しか許しがない。十字架しか救いがない。それが真理なんです。他の宗教にはないのです。罪の許し、十字架の救いが他にはないのです。栗子さん、真理を学ぶことでオウムやアイエスのような傲慢にならないように気をつけたい。そうですね。真理を知らないと。人間が勝手に宗教を作り、人間が勝手にですね、いろんな考えを作ってしまいます。共産主義もそうです。共産主義も、
人間が勝手に作った教えです。そして多くの人が不幸になっています。間違った教えで多くの人が不幸になっています。全く証がありません。全く証がありません。証のある教え、証のある教え、それはイエス様の教えだけです。他には全く証がありません。他には全く証がありません。そのことを皆さん、はっきりと理解しましょう。はっきりと理解しましょう。パスタさん、以前は悪魔にやられて死にたいと思ってましたが、今は悪魔にやられないようにして、気をつけて、イエス様を信じて生きる希望が湧いてます。アメン。皆さん、ゴンタ君、ゴンタ君はですね、以前は死にたいと思っていた。しかし、それは悪魔から来ているということが分かって、今はイエス様を信じて、生きる希望に湧いている。生きる希望に湧いている。ゴンタ君、素晴らしいです。ね。パスタが好きなゴンタ君。以前は自殺願望があった。しかし、今は生きる希望が湧いている。皆さん、これは証ですよ。自殺願望の人がですね、今は生きる希望が湧いている。こんな強力な証ないと思いませんか？今、日本で1日100人ぐらいの人が自殺しています。彼らがイエス様を信じたら、もう死ななくなるのです。彼らがイエス様を信じていたら、自殺しなかったのです。だからイエス様を述べ伝えるべきじゃないですか？これからもたくさんの人が自殺します。たくさんの人が自殺しますから。彼らにイエス様のことを伝えて、彼らが自殺しないようにするべきじゃないですか。そのためにはまず皆さんがイエス様を信じなければダメですよ。皆さんがイエス様を信じて、イエス様を述べ伝えたら、たくさんの人が自殺しないんです。ですから一緒に伝道しましょう。一緒に伝道しましょう。ワンちゃん、この放送を聞くだけで生きる元気が湧いてきます。どんな抗うつ剤よりも効果があります。アメン。抗うつ剤放送。この放送は抗うつ剤放送です。どんな抗うつ剤よりも効果があります。うだちゃん、人間が真理を何かを求めた宗教は多くあります。しかし、聖書が、神様が私たちに与えて救うための道を用意してくださった唯一の教えです。そうです。唯一の教えです。アリエさん、私もイエス様を知る前は死のうとしたことがありますが、死ななくてよかったと思います。イエス様を知ったことが宝です。皆さん、アリエさんもですね、死のうとしてたんです。死のうとしていた。ゴンタ君も死のうとしていた。しかし、アリエさんもゴンタ君も生きているんです。今、生きているんです。イエス様を信じたことによって生きているんです。これは証です。証です。イエス様を信じるなら、死にたい気持ちがなくなっていくんです。生きたいという気持ちが出てくるんです。これは証じゃないですか。日本に必要な証。世界に必要な証です。皆さん、多くの人は、もう、生きる気力がないのです。本当の命を持っていないのです。本当の命が持っていないのです。本当の命、それはイエス様なんです。イエス様を信じてこそ、本当の命を持つことができます。犬さんも、イエス様を信じなければ生きることはできないんです。イエス様を信じなければ死んでいるんです。犬さん、自分が霊的に死んでいるということを理解しましょう。霊的に死んでいるのです。だから命が必要なんです。招きをしましょう。今日の放送を聞いて、あ、確かにそうだ。確かにこんなに証がある教えはどこにもない。こんなに事実を説明している教えはどこにもない。人間の問題、社会の問題、すべての問題を説明しているイエス様の教えは本当に真理なんだ。本当に真理で、これはもう他にはない、仏教にもない、イスラム教にもない、どこにもない、本当の教えがここにあったんだ。真理を知ることができたんだ。イエス様を信じて、
この素晴らしい真理を信じていきたい、学んでいきたい、こんなに証がある教えはないんだ、イエス様を信じていこうと思う方、アメンと言ってください。アメンと言ってください。キセルさん、イエス様を信じて祈り続ければ治ります。イエス様を信じて祈り続けましょう。アメン、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 アメン。天のお父様、感謝します。あなたの教えを伝えることができて感謝です。多くの人がイエス様の教えを聞いてくれて感謝です。そして証があります。私たちの問題点の説明があります。社会は知りません。社会は説明してくれません。この世の中は何も説明がないのです。証もないのです。この世には真理がないのです。この世には真理がありません。しかしあなたの教えに真理があります。真理の教えを学べたことを本当に感謝します。アーメンと言った方々が、真理を知り、希望を持つことができますよ。病気の人は癒されますよ。死にたい人は死にたくなくなりますよ。祝福してください。祝福して、素晴らしい真理の道を歩んでいくことができますように。祝福してください。祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。キツネ69号さん、ファンタジーだったら証がありませんね。ファンタジーだったら証はありません。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。良い一日を送ってください。イエス様を信じて喜ぶ一日、喜ぶ一日、真理をしたという喜び、救われたという喜びで一日を送ってください。シャローン。ありがとうございました。シャローン。証してくださった方、ありがとうございました。シャローン、シャローン、シャローン。